ようこそビスコンティへ。俺の自己紹介は必要か？堅苦しいのは好かないんだ。ギルでいい。そっちのメガネはわかるか？あいつはオリバー・ハース、弁護士だ。法律はもとより金勘定にも強くてな。うちの金庫番だ。じゃ、早速本題に入るとするか。あんたは何も聞かされちゃいねえんだろ？説明する時間がなかったからね。どうかと思うぜ。イタリア男たるものを女性には優しくしねえとな。ひどいな。僕だって普段は優しいよ。ねえ、リリー。嫌われちゃったかな。話を戻そう。簡単に言うと、ニコラはファルツォーネを裏切って俺についた。裏切り者はまた裏切るかもしれない。その危惧はいつまでも続くものだ。だから我々の身内でもニコラを招き入れることに抵抗がある者が多い。だがニコラはそんな連中を黙らせる手土産を持ってきた。それがあんただ、リリアーナ・アドルナート。突拍子もない話だろうが、まずは聞いてくれ。何でもあんたは強国にとって特別な意味を持つ存在なんだそうだ。で、強国はあんたのことを保護したがってる。そうだ。ああ。だが、少なくとも強国が君に価値を見出しているのは事実だ。君を拉致しようとした動きも元をたどれば強国絡みだったからね。強国の高位の聖職者であるヨゼフ・フォン・ロズベルグ卿、彼とラオ州の間にはつながりがある。ブルローネで起こっていた若い女の子を狙った誘拐事件は、ラオ州が君を探す際の副産物だろうね。もっとも、ラオ州は君のこともロズベルグに売りつけようとしていたみたいだけど。ファルツォーネはかなり前からこの話を嗅ぎつけてたらしいな。だからあんたを厳重に保護してた。ただの何の価値もねえ娘だったらどうにでもできたはずだろう。わざわざファルツォーネの屋敷にかくまわなくても、隠れ家を使うなり別の土地に移すなりな。大事な本拠地カポの手元に意味なく置いておくわけがねえ。気をつけてね。君が無事でいてくれて安心した。急いで来てよかったよ。
そういうわけでビスコンティはニコラとあんたを受け入れることにした。あんたの存在が強国にとってどんな価値を持つのかは知らねえ。うちは強国との間に直接のパイプがあるわけじゃねえからな。だが俺たちにとってはあんたを所有してることそのものに意味がある。ま、ファルツォーネと強国に対する人質みたいなもんだな。我々はラオ州に代わってロズベルグ卿、ヒードは強国と取引がしたい。何せ強国という後ろ盾を得たラオ州は随分羽振りが良さそうだからな。ファルツォーネもラオ州もあんたを狙ってる。だから今すぐにはあんたをこの屋敷から出すわけにはいかねえ。だが俺はあんたを客人として丁重に扱うことを約束しよう。俺の目的が叶うまで。それは君にとって知る必要のないことだ。強国を後ろ盾に得てラオ州とファルツォーネを潰しこの町を取る。それが俺の目的だ。事実、君を手に入れたと匂わせたらロズベルグ卿は早々に交渉の席に着くことを了承してくれた。ことが動き出せばそう時間はかからずに進んでいくだろう。全部終わったらあんたは自由だ。好きなとこに行けばいい。当然だね。君はただの人間だよ。だけど君がどう思うと事実強国は君に価値を見出しているし、ファルツォーネもそれを真実だと思っている。なぜ強国が君に価値を見出しているのか、僕たちにとってその理由は重大じゃない。その事実だけで双方にとって君は重要人物なんだ。だからこそ君はいい取引材料になる。何も話すことはないよ。ああ、ここから逃げ出そうなんて思わないようにね。随分と甘い考えだね。僕は僕自身の意志でファルツォーネを裏切ったのに。
ファルツォーネにはもう未来がないんだ。カビ臭い伝統に縛られたまま変わることを恐れている。ダンテがいくら頑張ったところで未来は変わらない。彼は所詮お飾りのカポだ。あれは遠からず瓦解する組織だよ。だったらせめて僕の手で引導を渡してあげようって思ってもおかしくはないだろ。僕が優しい人間だって認識がそもそもの勘違いだよ。あれは君が勝手に勘違いしただけ。君が部屋を出ようとした時に偶然僕が通りかかった、それだけのことだ。君は僕のことを何度も優しいって言っていたけど、全部勝手な思い込みだよ。以前君はこう言ったよね。あれは君の勝手な誤解だよ。僕はその言葉を肯定していない。あの夜君を助けたのも、君が峡谷にとって価値のある人間だからだ。こうして利用するために優しくしていただけで、それ以外の理由はないよ。どちらにしろ、僕は裏切り者だ。近いうちに始末されるだろう。ファルツォーネのカポであるダンテに、もしくは僕を快く思わないヴィスコンティの誰かにね。とにかく僕は最後までヴィスコンティに協力するつもりだ。おめでとう、やったな。お、リリー、あんたも来いよ。
こいつの結婚が決まったんだ。あんたも祝ってやってくれ。グラッツ、いい家庭を築けるように頑張らねえとな。そいつは大事な心がけだな。あんまり嫁さんに心配かけんじゃねえぞ。もちろんだ。ギルもさっさと嫁もらえよ。引く手あまただろ。世の中には素敵な女性が溢れすぎてる。なかなか心を決められねえんだ。さすがギル、選ぶ側の余裕だよな。それ、そんなことねえよ。惚れた相手に選んでもらえるかが勝負だろ。お前の裏切りでファルツォーネは大騒ぎらしいな。まあそうだろうね。ラオ州の方は目立った動きはないが、例の件については相変わらずだ。組織を問わず被害者が出てる。犠牲者の数は右肩上がりだ。幹部級の人間も標的になっているしね。ファルツォーネのカポレジームの件、やはり一連の構成員殺しと関係がありそうか。死体を見る限りはおそらく。やっぱりこれはどこの組織の仕業でもないよ。いろいろ調べてみたけど、ブルローネマフィア以外の何者かがこの件に噛んでいるとしか思えない。それが事実なら、各々の組織がバラバラに動くのは効率が悪いな。一度話をした方が早いか。どうした、ニコラ。聞き間違えたのかな。今、組織同士で話し合いをしようって言った。まさか、僕がヴィスコンティに来た理由忘れているわけじゃないよね。もちろんだ。お前はファルツォーネを潰したいんだろう。だがそれには準備が必要だ。ファルツォーネを叩いてる間にラオ州に襲われたらどうなる。しかもブルローネマフィア以外にも敵がいるかもしれねえってたった今お前が言ったんだぜ。下手に動けば俺たちはそいつに背中から撃たれるかもしれねえ。違うか。違わない。君が正しいよ、ギルバート。僕はせいていた。ニコラの気持ちもわかるさ。
ギルね、ずいぶん仲良くなったみたいでよかったよ。あいにくだけど、僕の予定はわからないことが多いからね。僕の好きなものなんて気にせず、ギルバートの好きなものでも作ってあげたら喜ぶんじゃないかな。やあニコラ、今から留置場に行く。お前も一緒に来てくれねえか。いいよ。じゃあ君はおとなしくしていてね。マルコ、大変です。バーッ、ロッピ、お前な、こんなとこで走んなよ。一刻を争うので走りました。大変です、マルコ。それはもう聞いた、落ち着け。たった今、ギルバート・レッドフォードが留置場を訪れました。ああ、警察にプレッシャーをかけがてら面会にでも来たか。問題は、そのレッドフォードがニコラ・フランチェスカを連れていたんです。そうか。マルコ、驚いていませんね。あ？いや、驚いてるさ。まさか、あのニコラがビスコンティに、なあ。マルコが何か、非公式な情報源を持っているのは知っています。あなたは、警察に情報が入るより早く、何か掴んでいたのでは。正直に話してください、マルコ。やれやれ。どうやらニコラはファルツォーネを裏切ったらしい。これからはビスコンティの人間なんだそうだ。だからお前も今後はそのつもりでな。そんな重要な情報をなぜ教えてくれなかったんです。行ってどうする。誰が裏切っただの、どこについただのって、俺たちは警察だろ、ロッピー。マフィアの内情なんて関係ねえだろう。確かにどこの組織に就こうが犯罪者は犯罪者ですが、マルコ、彼女は、彼女が今どうしているかわかりますか？彼女？彼女は彼女ですよ。フランチェスカが大切な人だとか言っていた。ああ、リリーか。ロベルトはマフィア嫌いだからな。あの子のこともマフィアの情婦だのと誤解してたし。ニコラはどうもあの子を連れてビスコンティに移ったようだな。
フランチェスカ、なぜよりによって彼女に執着するんだ。あ、よりによって彼女にって、おい、ロベルト、お前、ロベルトはあの子と大した話もしねえ程度の付き合いだったよな。それとも俺の知らねえとこじゃ親しかったりすんのか。いいかロベルト、これは人生で長く役に立つ教訓だ。よく覚えとけ。意中の女の子には優しくしてやれ。いきなり何を言っているんですか、あなたは。とにかくだ。余計な真似だけはすんなよ。触らぬ神にたたりなしってやつだ。あいつに近づくなと。そうだ、ニコラはファルツオーネから睨まれる立場になっちまったからな。しばらくは静観しろ。下手に関わればお前まで巻き添えを食っちまう。そんな男のそばに置かれている彼女は誰より危険な状態なのでは。なら今すぐにでも救出しなければ。市民を助けるのは警察の義務です。ロッピー、分かっています。ブルローネはマフィアが支配する町だ。この街で警察にできることなんてたかが知れている。死にたくなければマフィアに逆らうな。犯罪には目をつむれ。それがこの街の生き方だと誰もが口を揃えて俺に言いました。しかし犯罪で人が幸せになれると。警察が、正義を守る立場の人間がそんな邪悪を認めてはいけない。俺は犯罪者を捕まえるために、正義をなすために刑事になったんです。俺たち警察が正義が決して諦めなければ必ず悪を倒せるはずだ。ロベルト、お前、筆記試験はほぼ満点、実技も優秀、学歴、家柄も良しと申し分ない。ローマ市警での成績は若手の中では群を抜いている。だがあいつの正義はどうも行き過ぎの嫌いがある。ほとぼりが冷めるまでローマ市警はロベルトを外に出すことにした。
しかし、首都ローマのエリートがこんな偏僻な町に追いやられて。理解者もなく、しかもあいつが大嫌いな犯罪者の巣窟で過ごせとはな。昔から正義感が強いガキだったんだろうな、あいつは。悪いやつじゃない。それはこの数ヶ月あいつと組んできてよくわかってる。しかし、手のかかるやつだ。なあニコラ、もう少し彼女に構ってやったらどうだ。どうして？僕にはその必要がない。それにもうすぐ死ぬ人間と仲良くしても彼女にとって利益はないんじゃないかな。あのな、僕が生きていられるのもそう長くはない。ダンテは裏切り者を許さない。アンダーボスだった男の裏切りを見過ごすなんてファミリーの名誉に関わるだろう。だから僕には時間がないんだ。君もせいぜい今のうちに僕をこき使っておくべきだね。どう転ぶかはまだわからねえだろう。君が本気でそう言っているなら見込み違いだったかもしれないな。君がダンテと並ぶ優れたカポだって思っていたのは僕の買いかぶりだった。抜かせ。まあ見てろって。まだ起きていたんだね。夜更かしはあまり良くないよ。悪いけど、悠長に食事をしている暇はないんだ。今もこれからオリバーの仕事を手伝わないと。いい加減にしてくれないかな。そういう押し付けがましい気遣い、迷惑なんだ。君が僕に何を期待しているか知らないけど、ファルツォーネにいた時みたいに君に接することはもうできない。僕は君をここに連れてくるという目的をスムーズに果たすために君に近づいた。だから、それが叶った今、君と関わる理由も必要もない。君のことなんてどうでもいいんだよ。だから君もそうやっていちいち僕にこびるのはやめたらどうかな。どれだけ期待されたって、僕はもう君に優しくはしないんだから。
ちょっと待って、リリー。君は今冷静じゃないと思う。少し深呼吸して。あのね、冷静じゃない人ってみんなそう言うんだよ。とにかく一度落ち着いて。君の頭は随分と幸せにできているんだね。ギルバート、少し確認したいことがあるんだ。後で執務室を訪ねてもいいかな？ああ、もちろん。お前の都合のいい時間に来てくれ。悪いけど時間がないんだ。今日も忙しいからね。いい加減諦めたらどうだ。あれだけ嫌がられているわけだしな。まだ諦めるのは早いんじゃねえか。あいつは嘘がうまいからな。ギルバート、余計なことに首を突っ込むな。いいだろう。女が泣いてるのは放っておけねえたちなんだ。泣いていないだろう。比喩だよ、比喩。それでニコラのことだが、嫌がってるのも本気だろうが、それだけじゃねえはずだ。そのままの意味だ。別に裏のある言葉じゃねえよ。それより、あんたとニコラのことをちょっと聞かせてくれねえか。あいつは何て言ってるんだ？あんたとはもう話したくないって。
へえ。あんたはどうしたいんだ？前みたいな優しいニコラに戻ってほしい？そうだな。あんなに突き放されても食い下がってるもんな。なるほど。だとしたらすでに答えは出てるようなもんだろう。ニコラは俺ともそれなりに馴染みなんだ。あいつはもともとヴィスコンティとファルツォーネの中継ぎをしていてな。その関係でこうなる前からちょくちょく顔を合わせる機会があった。あいつは他人が自分の内側に入るのを嫌う。人の話を聞くのはうまいが自分のことはあまり語らねえ。未だに酒の好みも明かさねえからな。ああ、個人的な趣味嗜好は意識的に隠しているようだ。どうした？ああ、秘密主義なんだろう。俺が思うにニコラはあんたに対して後ろめたい気持ちが少なからずあるんじゃねえか。情が湧かないようにわざとああいう態度をとってるとかな。かけるか？俺の答えが正しいかどうか。ギルバート、また余計なことを考えているんじゃないだろうな。俺が聞いてるのはあんたにだ。どうする？俺にいい考えがある。賞賛は高いと思うぜ。乗るか？決まりだな。どうにも疲れが取れない気がする。ヴィスコンティでの仕事のこともあるし、あの子のこともあるし。いやいや、気づかれの原因があの子だなんてありえない。あれは、ギルバートとリリー。一目見た時からあんたの虜になってた。今の俺はただの恋の奴隷。俺が捧げる愛をどうか受け取ってくれ。いや待てねえ、恋の炎に火がついちまったからな。悪いな。もう少しだけおとなしくしてくれ。何をやっているのかな、ギルバート。
どうして邪魔するんだ、ニコラ。恋愛は自由だろ。それに、彼女はビスコンティへの手土産じゃねえか。俺がどうしようと勝手だろ。恋愛？これのどこが恋愛なの？僕には無理やり手ごめにしようとしていたようにしか見えなかったな。君もイタリア男の端くれならもっと紳士的に振る舞ってよ。第一、彼女を保護するって条件で僕はビスコンティに来たんだ。名誉ある男として約束は守ってほしいな。賭けは俺の勝ちってことでいいか？それともまだ足りねえかな？ギルバート、賭けって何かな？落ち込んでる彼女があんまりかわいそうで、俺が一芝居打ってみたってだけだ。なあニコラ、関わりたくねえ相手ならわざわざ助けになんて来ねえよな。下手な嘘をつき続けるよりさっさと素直になっちまえばいいのによ。ストロンツォ。はあ、そうだね。君が本気で嫌がっているように見えたから。焦ったよ。前みたいに君に甘いことばかりは言えないよ。それでもいい？なんでそんな嬉しそうにするの？ニコラさんの裏切りですか？もし本当だとすれば一大事だぞ。アンダーボスが裏切るなんてただごとじゃない。そうだな。事実だとすればこのまま放置するとファルゾーネの貢献に関わる。ああ、裏切り者の処遇なんて今さら悩むことでもないだろう。好きにさせておけ。カポ。ニコラが裏切った事実を認めること自体、ファルゾーネの死期に関わる。
今はまだニコラが本当に裏切ったのか確証を持てずにいる者が多いはずだ。ニコラ、お前は何を考えている？ニコラが本気で俺たちを裏切ったのなら、俺がこの手で始末する。必ず。だが、you